まあ、家事しながらとか運動しながらとかそのながらで楽しむ製品っていうのがすごい増えてるんですけど、まあ、形式にしてもネックバンド型とか左右が分離した完全ワイヤレス型とか、まあ、様々なもので出てきました。この動画ではそんなながら聞きのアイテムっていうのをいろいろ紹介したいなというふうに思います。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんと PR スタッフのひらしです。てなわけで、はい、今日の動画はながら聞きです。近年、まあ、音楽音声コンテンツっていうのを、まあ、家事しながらとか運動しながらとかそのながらで楽しむ製品っていうのがすごい増えてるんですけど、まあ、形式にしてもネックバンド型とか左右が分離した完全ワイヤレス型とか、まあ、様々なもので出てきました。この動画ではそんなながら聞きのアイテムっていうのをいろいろ紹介したいなというふうに思います。まずはそのネックバンド形式のもの、4点紹介したいと思います。はい、こちらまずソニーのフロートランですね。ショックスオープンランプロ、アビオットオープンピースプレイフル、オーディオテクニカ ATH-CC500BT。 まあ一番特徴的なところはほぼ骨伝導なんですけど、フロートランだけ骨伝導じゃないってとこですね。であとは、まあ、骨伝導と来てるけど、ヒラシーのオーディオテクニカだけが軟骨伝導。まあでも実際でも聞き比べてみんと何ともね言えんところがあるかなと思うんで、もう一個オーディオテクニカだけがアプト XHD とアプト X に対応してるんですよね。はい、ってなわけでいろいろお互いに聞いてみたりとか音漏れをチェックしてみたりとかしていました。はい、音漏れのチェックに関しては、まあ iPhone で 50% のレベルにした時、それと、お互いが気持ちよく聞けるぐらいまでの音量、それぞれで、総合的に評価しています。ってなわけで1点目、これフロートランどうでした？シンプルに音良かったですよね。シンプルに音いいんですよ。びっくりしちゃったんですけどなんでこんなくっついてないのにこんな綺麗に音を鳴らしてくれるんだろうっていう、純粋にこうスピーカーで聞いてるみたいな感じっていうのはあったよね。そうですね。でもさ、この構造やったら、まあ、スピーカーポンポンってついてるだけやから、うん、普通音漏れすると思うじゃないですか。もちろんそうですよね。こんな音漏れしないんだと。やばいよな、びっくりしましたこんなんガバガバ音漏れすると思うじゃないですかだってスピーカーですもんね、これついてしないんですよ全然。いや、ゼロじゃないんですけど全然しなくて、これは驚きですよね。びっくりしましたね。うん、あと形もね、全然そのこういう丸っこい感じなんで、その装着のストレスっていうのも低めでした。じゃあここで比較で、これですよ、やっぱり骨伝導といえばこれね、ショックスオープンランプロ。ショックスオープンランプロといったら、まあほぼ骨伝導のワイヤレスヘッドセットを、まあ、世の中にこの知らしめたと言ってもいいぐらいの、まあちょっとパイオニアというかね、そう、まあそう、パイオニアであり、マスターピースみたいなとこ、あるいはマスターピースでしょ、これさすがに。そうですね。でも、まあ、バンドの柔軟さとかさ、この形が最適解なんかなって思わせるようなところはやっぱあるなと。そうですね、かなりグニグニ動きますもんね。柔軟よね。はい、サウンドどうでしたか？サウンドに関してはそうですね、まあ、ちょっと低音がと気持ち強いかなっていうところではあったんですけど、ただちょっと音量を上げていくと振動っていうか、あ、やっぱ、ね、声の伝わりがちょっとだけ増えていくかなっていう印象は受けましたね。こうどうしてもやっぱり骨伝導なんで、このこう肌に触れてる部分がこうブルブル震えるみたいな、気持ちいいとこまで音量上げていくとブルブル震え出すみたいなのはあるよね。そうですね、やっぱ感じちゃいますね。音漏れに関して、いや、これも、何でしょう、やっぱフロートランの後だから何とも言えないですけど、やっぱりだいぶ少なかったですね。だいぶ少ないね。はい、なんかもうこれがなんかその結構出来が良すぎて、はい、骨伝導は音漏れしないみたいな雰囲気になったんかなっていう気もした。それはありますね。やっぱ結構多分製品としても結構早めに出た製品だと思うんですけど、そんな中でもやっぱここまで音漏れしないんだっていうのはすごい驚きましたね。音漏れの程度としては、静かな場所ではまあリズムは、あのハイハットのリズムは聞き取れる程度で、まあ、いわゆるオフィス職場とかだったらもう全く気にならないレベルぐらいで考えておられた。そうですね、あのキーボードのタイピング音なんかがあるともうほとんどあれしてるのかなしてないのかなぐらいまでは軽減されてましたね。アビオットオープンピースプレイフルです。いい、これはどう、そのちょっと形的にさ、この耳のこう行く感じがあって、ね、耳を挟み込むような、結構このパーツ部分が
気持ち大きいかなっていうところなんですけど、操縦感に関しても何でしょう、全然気にはならなかったですね、うん、結構しっかりむしろホールドしてくれるのでいい感じかなというふうには思いましたね。安心感あるよね。その上からこうやって触れるじゃないですか、うん、そうですね、この操作方法はかなりいいですね。そうそうそう、でもこれちょっと文句になっちゃうかもしれないですけどフロートランは横なんですよ。そうですね、でもこれこれすると例えばですけど横タイプのボタンってこうこうなるんですよね己に押し付けるみたいな感じになるから。そうですよね、サウンド的には僕は若干ローミッド寄りかなって思って。あ、そうですね、うん、比較的。でもなんかこれさ、はい、唯一音漏れちょっと感じたよね。あ、そうですね、ちょっとなんでしょう、うん、やっぱ他のと比べるとっていうところにはなっちゃうんですけど、うん、やっぱり音漏れに関してはちょっと気持ち強かったかな。オーディオテクニカの CC500BT 軟骨伝導ですね。軟骨伝導です。びっくりしたよ、めっちゃクリアやったもん、うん、音。そうですね、音全然クリアでしたね、うん、骨伝導の中にしてはクリア。しかも一番安いんですよ今回のやつの中 で、ね、コスパ激高でしょ、うん、これはコスパいいですね。サイズ的にさ結構さ、はい、ずんぐりむっくりしてるというか でかいやん。ちょっと大きめですね。 でかいけど装着感ってどうでした、うん、に関しても何でしょう、気にならなかったですね。俺も全然ならへんかった。大きさの割にはっていうところはありましたね。そうなんですよ、大きいけどしっかりそのバンド部分とかも割と柔軟にできてるんで、はい、そうそうそう、全然問題ない、ね、このなんかびなんか驚くほどその軟骨伝導と骨伝導のサウンドっていうのはちょっと差があるんやなと思って、なんかめっちゃ抜けるんよね。そうですね、ハイハットめっちゃ抜けへん。気持ちよかったです、ね、うん、これさここまでハイ抜けたら音漏れしてんのかなって思ったんやけど、うん、してないよね。そうですね、ま、気持ちこの2つよりはしてるかなぐらいだったんですけど、うんうん、それでもちょっと耳を澄まさないとぐらいの、その 50% で聞いた時なんですけど、音漏れ比較です、はい、音漏れに関してはフロートと、オーブンランプロがほぼ同格で音漏れしてない、うん、そうですね、で意外と軟骨伝導はハイが結構抜けてくるというか音漏れしてくる感じで、オーブンピースプレイフルは意外と音漏れしてた。意外と意外と意外とですね、うん、ってな感じです。はい、続いての流れ弾きは、左右が完全に分離した完全ワイヤレス型の流れ弾き、はい、4つを用意しまして、1点目はこちら、オラダンスウェアラブルステレオ、はい、クリアーアークソニーリンクバッツ、ビクター HANP35T ですね。この4つなんですけど、はい、大きさの差がすごいよね。全然違いますね。リンクバッツが小さすぎるっていうのはこれちょっと一人だけおかしいな、ちょっとね異常な小ささ、おかしなサイズ感ですね。であとね、思って大体多分ね大体これぐらいなんですよね普通は ね、こう耳掛けでダイナミックドライバー乗ってて、まあ、っていうね。でもビクターが一番この4つの中ではやっぱ安い、ちょっと明らかに違いますね。そうそうそう、1万1000円とかぐらいなんでめちゃくちゃ買いやすい、うんうん、まあ、リンクバッツは異常なぐらい軽いっていうこの本当だ。通常ね大体のこういうこういった感じの、はい、あのワイヤレスのイヤホン、まあ流れ聞きのアイテムになってくると大体言うて 10g 以上は絶対かかるんです。 片耳 12g とか 14g とかそれでも十分軽いんですけど、リンクバッツはねもうね1個 4g とかなんですよ。お互いに聞いてみました。先ほどと同じように、iPhone の 50% の音量とあとその自分の上げ下げで気持ちよく聞ける音量ぐらいで、音漏れとか、聞いていった感じです。オラダンスのウェアラブルステレオどう？いやもうこれ低音がもうかなりしっかり聞こえてきましたね。やっぱこの形状のいわゆるながら聞きイヤホンって、うんうん、低音が正直あんまり何でしょう得意じゃないのかなっていう印象を僕は受けていたんですけど、まあ、密閉されてないからね。そうですね、思っていたんですけどこれはちょっと聞いたらびっくりしましたね。かなりしっかりしてて、で結構表現力もしっかり何でしょうダイナミックな表現力もありつつ、うん、でデザインもね結構物理ボタンじゃないよね。そうなんですよ、クールやな。そうこれ結構いいんですよねちょっとその装着安定感みたいなものってむっちゃあるかっていうと別に普通ぐらい。まあそうですね、うん、なんかそのネックバンド型とかだったらこうギュッてしまってるけど、うん、そういう類のものではないと。そうですね、耳に引っ掛けるという。そうそう、引っ掛けるだけだからね。
で充電ケースなんですけど、今これ手元にある充電ケース、これねバッテリー乗ってないんですよ。なんで充電できるケースなんですよね。充電ができる。そうそうそう。はめといて外で持ち歩いて充電できるってわけではないっていうところ。なんかそれがバッテリー搭載のケースはまた別売りになってるっていうね。ちょっと変なところもあるっていう部分でした。お次はクリアーのアークです。これもねドライバーでかい組なんですけど。音質的には僕は一番これが良かったかな。あ、そうですね。でも確かに低音っていう部分でしっかりしてるかどうかって言ったら、ワラダンスの方がローはしっかりしててんけど、うんうん、全体的なそのクリアーさというかクオリティの高さみたいなものはクリアーアークが、うん、で一番バランスとその質が高かったっていうふうに思いました。いわゆるいい音というか、そうバランスが良かったですよね、うん、やっぱりそれは感じましたね。でもすごい音で言ったらいいねんけど、全体的にボリューム小さめなんですよね。そうですね。ちょっとこちらリンクバッツですね。リンクバッツはもうなんかなんかもうずるいよな。なんか土俵が違いますね。そう強いもん。なんかちょっとね、これ聞いてみた感じどうでした？これなんでしょう、やっぱちっちゃいから迫力感じないのかななんて勝手に思ってたんですよ。しかもなんか全然そんなことなくて、なんかしっかりバランスのいい音を鳴らしてくれるっていう印象でしたね。思ったよりさ、なんか一番多分この4つの中で一番音量出るって思った、はい、俺パワーはありました。パワーあるよね。パワー一番感じました。このパワーがあるのか、その初期の設定がでかいのか、なんかもう 50% iPhone の 50% の音量でもう結構音量出てたんですよ、なんかそれゆえになんかすげえ音出るから、音漏れに関しては4製品のうち一番感じやすかったんですけど、はい、まあ、そうですね。そうなんかそもそも出す音がでかいっていうのもちょっと一個あるかなっていう気がして、出力が上がってるからっていうところ、そう出やすいよねっていう、ありますね。まあ、この形で音漏れせえへんっていうわけないんですけど、でもそれにしては比較的少ない方だと思います。でもこの4つの中で一番してたかなって感じですね。どう装着のさ感じがさ一番違うやん、これは耳にかけないし、はい、4g どうでした？いやでもやっぱりストレスフリーでしたね。やっぱね、やっぱり違いました。 4g はずるすぎるよな、ちょっとね。はっきり言ってレベルが違うというか、一番楽やんってなもん、楽でしたね。とにかくなんかね、その出来栄え的にそのサウンドのバランスとか、その何でしょうね、その音の見通しの良さみたいなんとか、まあ、つけてる装着感のその楽さみたいなものの、その総合点で考えれば出来栄えとしてはすごい素晴らしいと思うんですけど、はい、あんまりその他に比較しづらくないですか？そうですね、やっぱ、この形状って完全ワイヤレスイヤホンと比較になるのかなとも思うんですけど、装着の方法に関しても特に違和感なく、普段完全ワイヤレスイヤホンを使いいただいているお客様なら全然違和感なくつけられるかなとは思いました。HA の MP35T ですね。まあ、一番これがお安い部類になりますが、いかがでしたか？いや、これに関しては、まあ、とにかくバランスは良かったですね。総合得点はめっちゃ高いんですよ。装着感良し、音のバランス良し、バッテリー の、あのケースとか充電とかも、そのバッテリーサイクルもいいしね、しかも値段もいいので、コスパ重視のお客様にはすごいおすすめしやすいんですけど、音がいいのがいいとか、装着感がどうとか、こういうところが欲しいっていう、そのピコーンってこの1個まっすぐ出た需要にはちょっと答えづらいかなと思った。なんとなくながら聞きやろっかなっていうのには、もうそれはもう絶対これ、ね、試してみたいなとか、初めて使うってなったら全然これはすごいと思う。いい製品、めっちゃ使いやすい。はい、気になったお客様はぜひイヤホンヘッドホン専門店イヤホンでご視聴ください。また、このながら聞きどうなんとか、気になるながら聞きの話などなどコメントでいただけましたら読みます。というわけで、動画へのいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。またの動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。